55時間以上勤務している、まあ、教員の割合とかっていうので挙げてくれてきたこの教員の問題なんですけど、やっぱ先生のやっぱり働き方の問題だけじゃなくて、やっぱり一般のね私たちのやっぱり働き方にも大きくやっぱり関わってくる、ね、ような内容なのかなと思うんですね。その前の国会でやっぱりありました働き方改革、働かせ方改革だと思うんですけど、もうやっぱりそのいわゆる残業をね助長するような内容ではありましたけど、あれ自体もやっぱりそのなんて言ったらいいんですかね、その法律の内容通りじゃあ、やれるかって言ったら、やっぱりその世論がねあれはやっぱりおかしいっていうのがもう本当に前してね、そうそう、働き方改革の残業代ゼロ制度っていうのが、法案で通っちゃった、法律で通っちゃったんですね、うん、でもその時に私たち野党議員ね、はい、相当ハードルつけたんですよ。例えば朝とか夕方とか定期的な会議があるような職種では入れちゃいけませんよとか、はい、そういう条件をいろいろつけた挙句、すっごく使い勝手が悪い制度になりまして、簡単に導入できなくってめっちゃ使えないから、現時点でそれ導入している会社は、はいはい、もう2社か3社程度にとどまっているっていう、そういう意味では法案を通したけれども制度の面では導入させない野党の勝利っていうことで、決してね形だけで見るんじゃなくて中身で、ぜひ皆さん政治っていうのはね見ていただきたいなと。あってちなみに小学校教員の皆さんの長時間労働本当に深刻です。この際だからぜひね知っていただきたいと思うんですけど、例えばある学校で防犯カメラを見ていたら一番最後に帰った先生が午前2時、一番最初に来た先生が、午前5時にやってきたっていう、だから平均でだいたい11時間ぐらい毎日先生方働いてるって言いますけれども、はい、もう過労死ライン越えで働く先生の割合になってね、中学校でこう6割ぐらいになっているわけでも全産業の中でダントツに過酷な労働実態になってしまっているのが今の学校教員の皆さんだと。じゃあこれ解決するためにどうするのっていうのはさっき言った変形労働時間制とかじゃなくってね、うんうん、やっぱり人手が足りないんです、ね、教員が、うん、だから時間を減らすためには教員を増やさなきゃいけないし、小中学校の教員数ね、はい、人口1000人あたりで見ると日本だってこんなに少ないっていうのがこれなんです。ちなみに文科省は、いや少子化が進んでるから先生減らしますって言うんだけどそうじゃなくて 今のトレンドは少人数学級とかですから ね、丁寧にみんなが分かる授業をするためにやっぱ先生増やしていかなきゃいけないよっていう、ノルウェーなんてね1000人あたり 14.3人ってことですけど、増やしていかなきゃいけないし、あと業務を削減することです、はい、もうとにかく学校って仕事増えてる、時間増えてると思いません、ね、英語の教科かとか道徳の教科かとか今度はプログラミング教育を小学校からやるんですってこんなんねどんどんやれやれって押し付けられていって、それを、まあ、一から勉強してやらなきゃいけないのが今の学校の先生方、うん、でそういう文科省押し付けの業務を減らすんですかって聞いたら減らさないって言うんですね。それじゃあ長時間労働は是正できないじゃないですか。できるわけがないですよね、うん、であともう一つねルールで言うと、実はこれだけ長時間働いているのに教員の皆さんって残業代ゼロで働いてるんです。いや嘘でしょ。本当です。残業払わなくていい法案っていうのがありまして、それが給特法っていうんですけど、教員の皆さん残業ゼロで週55時間とか、いやー土日もなく働いてる実態があって、だから残業代払わなくていいから何時間働かせてもいいやっていう、そういう青天井でね残業が増えてきた背景もあるわけです。ひどい。だからね教員にも残業代を払わせる、本当だ、そういうルールを作るってことも必要で、まあ、これら私たち共産党も野党も提案しているわけですから、単純に制度に反対って言ってるわけじゃなくって、はい、そういう提案しながら対案示しながら、はい、制度にね悪性に対抗しているってことはぜひ知っていただきたいなと思うところです。ありがとうございます、はい、そうなんですね。本当やっぱりねブラックなね働き方をね、これ自体も今現状でその残業代も払われていない中で、そうもう残業をかさんでる中でその変形労働時間制っていうのを取り入れて、もっともっと
っと残業させようってするっていうようなもう本当にブラックなね働かせ方を推進するっていう形ではなくて、うん、やっぱりその選挙の時にも言ってましたけど、うん、やっぱり8時間働けばねそうきちんとこうまともに暮らせるこう社会っていうのをねやっぱり私たちはね実現していかないといけないっていう時に先生がこんな働き方してたら ね労働法を守りましょうって先生言えないですよ、うん、ね本当だからねそういう意味ではもう8時間働けばまともに暮らせる、はい、まあ働いた分の給料は払え、はい、で長時間労働はなくしていこうっていうことでねあの、はい、みんなで力を使いと思います。はい、で 次のテーマに行きたいですけどあの今日あのぜひ皆さんに訴えたいのはね今臨時国会、はい、何が良かったかっていうとなんかさっきの桜とかねなんか動画撮ったとかまた暗い気持ちになるかもしれないけれども、はい、私言いたいのはやっぱりね今国会はね市民の声で政治が動いた国会だっていうことをぜひあ、はい、じゃないけどね、これもね大事だけどね、けどねあの大学のニュースいますかね、はい、これですあの大学入試改悪が高校生の声で中止というか延期にさせることができました、ね、あ素晴らしい、本当すごいね、あの記述式っていうのセンター試験今までマーク式だったのを、まあ、記述式を入れるだから英語をあのセンター試験、まあ、共通テストとは別に英検とかを受ける、はいはいはい、別に受験料を払えってそういうあのシステムにしようとしてたのを高校生たちの声で、まあ、止めさせたっていうことなんですけれども、はい、私本当に強調したいのはねここであの動かしたのは最初から最後までこの若い人たちの高校生大学生の声だったっていうことなんです。で最初に声を上げたのが、埼玉で声を上げた大学生でした。柴山前文科大臣が埼玉で街頭演説をしているときに入試改革反対ってあの大学生がヤジを飛ばしたんです。そしたらその子は警察に引きずられてベルト引きちぎられて排除されたね、あれすごいひどかったですよね本当で、まあ、それがツイッター等でこう明らかになって大炎上して、うん、こんなひどいことをやるなんて大臣失格だ、文科省前で抗議しようってことでこういう抗議行動が行われたわけですけどそこに来たのが高校生なんですよ。そのヤジのもとになった大学入試っていうのはいかに問題か、うん、さっき言ったように受験料別に払って英語を受けろって変じゃないかとか記述式って言うけど ねそれ公平に採点できるんですかとかそういうことを高校生たちが直接言ったことがきっかけになってこれは本当に問題じゃないですかと、うん、で野党の議員もこれの問題で野党合同ヒアリングを行って実はその場に高校生たちに来てもらってで高校生たちが直接文科省の役人にこんな問題があるっていうことも言ったんです、うん、でそういう中であの萩生田大臣が ねあのそれでもやるんです身の丈に合わせて皆さん頑張ってくださいなんてことを言ったもんで何が身の丈かと何になって話だよね。いや身の丈って要するに英語の入試の問題で言えばね、うん、あの受験会場が都市部にしかないんですよ。田舎にほとんどないから田舎の方は、うん、あの交通費宿泊料まで必要でさらに高い試験だと1回分で2万3000円かかりますからだからあの経済的な困難な家庭に生まれたらそれだけでもう1回しか受けられないとかね、うん、あの本当に不公平な不公平だよね。身の丈って何なんて言うんですよね。生まれた家庭とかね生まれ育っている地域とかを自分で選べない条件を身の丈っていうのかっていうのでそうだよね、そういう身の丈格差を容認するような入試なんてとんでもないってまたこれが大炎上して、まあ、延期にあの持っていかれるわけなんですけど ねそうこれ本当すごいなと思ったのが、うん、この入試大学入試の問題って、うん、今回の国会の中でも安倍もこんななんだっけあの結構重要な、ね、法案としてね挙げてたんだよね。あいや違うのではないの、うん、あれは法案じゃないの。あ法案じゃないのか。あのというのは大学入試って、うんうんうん、あの実は法律事項じゃないんです。あの文科省内の話し合いだけで決められていく問題で実は普通だと国会で議論されるっていうことはほとんどない法案じゃないから、はい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 、だけど高校生が声を上げたことでこの入試問題をもう全ての議員が文教委員会のがこの問題を論戦質問をしたわけです。そういうことだったんですね。そういう国会論戦の土台に入試問題を
き上げたのも高校生たちの声なんですよね。でちなみに私もここでね、端っこに、ここに、こっそり立ってる今この文科省前講義ずっと参加し続けたんですけど、でそれで今高校生たち も交流してね、いや面白いんですよ、ね、最初にそのさっき言ったベルト引きちぎられたっていう大学生とも会いまして、いや僕です、僕が引きちぎられて張本人ですとか言うからねあそうなんだ、いや大変でしたね、でもあなたがそうやって勇気持って声上げてくれたからこれだけ大きな問題になったんだと思うよって、半ばちょっと慰める気持ちも持ちながら私声かけたんですけど、まあ、そしたらねその大学生がにっこり笑って言ったんです、はい僕もそう思いますそうなんだみたいな、全然めげてないなと思って、ね、なんかそういう意味ではなんかこの諦めないで声を上げるのがね、政治を変える力ですよって私、まあ、選挙の中なんかでもずっと言ってきたんですけれども、はい、そうやってなんかこう悲痛な感じじゃないですか、どっちか、ね、諦めないで、ここまで追い込まれてるけどっていうんじゃなくて、むしろこの子たちはもっと未来に展望を持ってね、そうだね、かなりポジティブだよね、ポジティブにね、もう声を上げることが大事、問題になることが大事、それが、まあ、実って延期になったやったっていうね、なんかそういう希望を持って声を上げている若い人たちが今こうして増えているっていうのは日本の希望だなと思うし、はい、まあ、ぜひ皆さんもね、いろんな問題あると思いますけど、諦めないで勝つ方法は諦めないことということで、はい、諦めないで声を上げていただければと思います、はい、よろしくお願いします。実際にやっぱりこの高校生もですけど、先ほどの教員の問題でも実際にツイッターですとか当事者の、ね、高校生の子たちともやっぱりかなりやり取りをされていて、まあ、もちろんその SNS じゃなだけじゃなくて、木田さんはそのデモの場所だったりとか、そういったところにも足を、ね、運んで、そのさっきの大学生の子たちまで話を聞いてくれたりとかって、本当やっぱりそのなんて言ったらいいですかね、やっぱ私たち直接当事者の話を聞いてくれて、それをなんだろう、歪める形じゃなくて、もうダイレクトにね、はい、国会の論戦を見たことがある方はご存知だと思うんですけど、木田さんもかなりもう本当に怒りをね、こういや、もう怒るって大事だと思うの最近本当に、そうやっぱりちゃんと本当に国民は怒ってるんだと、もうこんな許せないんだとっていうことを本当にダイレクトにこう伝えてくれる本当に数少ない議員さんだと思うんです。でその中でですね、私はこの今国会の中でやっぱりその木田さんが取り上げてくれた問題の中で就活セクハラのことがあったと思うんですけども、はいはい、ぜひそのあたりも話を、ね、そうですね、聞かせてもらえればなと、本当にね、論戦で私、うん、本当に生の声を届けるっていうことをすごく意識してるんです。でさっきのニュースの問題もやった時にね、もう高校生たちはこう言ってるんだって言って質問をしたんですけど、まあそうしたらね、高校生たちもね、そうやってツイッターとかで皆さんありがとうございましたって、でこの間世界っていう雑誌にその声を上げた高校生たち の対談記事っていうのが載ってるんですけど、それを読んでびっくりしたのが、高校生たちがね、いやでもキラさんの論戦も良かったよね、だって僕たちの声を生で届けてくれて、 それに僕はすごく感動しましたって書いてくれてて、むしろ私がそれに感動しましたみたいなでも本当にそういう声を、声がやっぱ力なんだ、はい、でそれを実感したのがさっきの就活セクハラの問題で、大学生がね声を上げたんです、で就活セクハラってどんなのって言うと、簡単なところからいくと、もう面接ですよね。面接で恋人の有無を聞かれるとか、ありえないよね、面接、仕事の面接だよ、なんでですよねとか、もしくはもう男女問わずですからね、性体験の有無を聞かれるとかそういうこともあると。でひどいのが OB 訪問とか行った時に、そうそうそう、飲食店でなんか体を触られるとか、触れと言われるとか、で断ったらすごく怒られたとか、でさらには家にしかない資料があるからとか、なんとか言ってついていって性暴力被害に遭うとか、でそれこそこの間伊藤詩織さんの判決が出ましたけれども、で勝利で、勝訴で良かったんですけど、彼女も同じ就活中なんですよね、そうですね、TBS に入社しようとした時の、はい、まあ、その上司になるかもしれない人に相談をするっていうところで、そういう被害に遭っているっていうことでは、はい、同じだし、まあ、そういう問題がすごくこう蔓延していて、ビジネスインサイダージャパンってところが聞くと、調査をしたら、はいはいはい、700人に聞いて答えてもらったうちの300人以上、半数が
あのそういった経験を持っているっていう深刻な事態。深刻だよね、本当。で、このほどようやくここあの渋谷なんですけど、渋谷だったね、確かね、はい、昨日後ろね、私の後ろに立っているのが大学生です。大学生が直接声を上げ始めたんです、この問題で。黙ってたんだけど、いやもう経験をしてるしてないに関わらず、もうこんな就活のところ場でセクハラなんてとんでもないから、ちゃんと対策してくださいって声明文を書いて、厚労省や文科省に届けたんですよね、はい、でこれを生かしての質問をぜひご覧ください。就活セクハラの取材を続けているビジネスインサイダージャパンによりますと、 OB 訪問でエントリーシートが通ったら合コン、選考に通ったら空だと言われたなどという事例があります。まあ、大変深刻な事態なわけです。この就活セクハラ、被害者の多くが泣き寝入りしているというのはもう明らかなんです。ビジネスインサイダージャパンのアンケートでも先ほど、まあ、2人に1人ほどがね、被害に遭ったって答えてはいるんですけど、その被害に遭ったうちのもう7割が誰にも、親にも友人にも誰にも相談していないっていうんです。泣き寝入りしているんです。その多くがどこに相談していいかわからないから、大学に相談しても対応してくれるかもわかんないし、もましてや企業になんかとてもじゃないけど言えない、まあ、そうやって泣き寝入りしてしまっている当事者にちゃんと相談受け付けるよと、ちゃんと対応するよと、寄り添うよということをやっぱ周知する、大学が対応を取るっていうことはもう最低限やらなきゃいけないことだと思うんです。という意味では今の実態把握ではそれが足りてるかどうかもすらわからないという意味では不十分としか言いようがない。まあ、ぜひね、次の調査では大臣、こうした窓口の相談体制の実態、そして周知状況の具体的な詳細な中身について、あのより詳細に調査していただけませんか。お願いします。いわゆる就活セクハラへの今後の対応は現状において把握できていない項目がご指摘通りございました。関係省庁と連携してより実態が把握できるようにしっかり努めてまいりたいと思います。併せて本件において大学における適切な対応が不可欠であるので、大学の学生支援担当者や就職支援担当者が集まる会議を通じて文部科学省もできることはまずやっていきたいというふうに思っております。今この国会の中でこういうことが問題になっているわけですから、そのことは重く受け止めて、あらゆる機会を通じてこのセクハラがないような、そういった就職活動にしていきたいと思います。努力をします。本当にぜひお願いしたいんです。就活セクハラで未来を奪われる学生がこれ以上出ないように関係諸機関が真摯に対応することを求めます。これが学生の皆さんの思いなわけです。これをしっかり受け止めていただいて、あの対応していただくよう強く求めまして、質問を終わります。という質問でね、どうですか、ね、大臣の答弁がすごく前向きだったでしょ、ね、前向きですよね。努力します。セクハラでが就活就職活動でないようになくするために頑張りますって。そう、なんか問題をなくすように努力しますってなかなか言わないよね。ね、その前の質問なんかで言うと、ね、あの全然態度が違うじゃないですか。全然違うね、で、これこういう前向きの答弁を出させる力になったのが、うん、さっき言った学生たちの声なんです。もう一回写真も出してもらえます。学生たちの声なんです、ね、6つの大学の学生たちが有志で集まってね、声を上げた。で、その声明文を私ちゃんと質問する前に担当者に渡して、うんうん、これちゃんと質問前に大臣に読んでもらってくださいと、はい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 、読んでもらった上でそれを知ってる土台で議論したいんでよろしくお願いしますって渡したんですね、まあ、ちゃんと読んだからこその答弁だと思うんですよ。現場の当事者の声は無視できない。だからあのぜひね、皆さん、あなたの声が政治を動かす力ですって、はい、まあ、選挙の時も訴えましたけれど、これは本当にその通りだなと2期目の最初の国会でも実感しているところです、はい、届けるために引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、やっぱりその性暴力の問題でいくと、うんうん、やっぱりその声を本当に上げられないんですね。本当に声を上げるまでにやっぱり被害を受けてから何十年経たないとやっぱり声を上げられないっていうのがあって、うん、そのこの3月にもね、性暴力のこの問題で相次いで無罪判決が起きて、今4月の11日からやってるんですけども、フラワーデモっていうのを
上げてやってるんですね。はい、やってるんですけども、うん、今今月、うん、実は29都道府県と、はい、国体もね、そうでサルト、はい、でやっていただいてて、私このフラワーデモ一番最初に実は参加をさせていただいて、うん、もう本当に判決が許せなくて、うん、もう一体じゃあどこにね、変な話、もう裁判もしてもらえない、変な話、裁判をしても無罪判決が出る、一体どこに声を届ければいいんだろうっていう、本当にもうやりきれない気持ちで集まって、やっぱりその中で次々とやっぱり当事者の方が声を上げてね、くれているのを見て、もう私としてやっぱぜひね、やっぱり木田さんに本当に来てほしいっていうふうにずっと最初の時から思ってて、なので木田さんが参加をしてくれた時が本当に私も嬉しくて、まあ、やはりなぜ木田さんに私が来てほしいかっていうと、もう今もずっと見てきてもらったように、私たちの声を本当にダイレクトにやっぱり国会に届けてくれるんですよ。もうそういう議員が本当に少ない。もう自分たちの私利私欲をね、もうあって、さっきの桜を見る会じゃないですけど、税金まで使ってこう、ね、選挙運動をするような人ではなくて、やっぱり本当に私たちの痛みに寄り添ってね、本当に声を届けてくれる木田さんのような方が本当にいらっしゃるっていうことが、本当に私の中では、はい、私だけではないと思うんですね。本当に見てくださってる皆さんも本当に大変になると思います。で、ぜひあなたの声が政治を動かす力ですっていうので、ごめんなさいね、水曜日伊藤詩織さんの、判決の中で、判決文の中にですね、すごく画期的だったのがですね、伊藤詩織さんがね、公の場で話したんですよ、被害体験を。で、相手方の山口は、そんな被害を受けた人があんなことを言うわけがないみたいな、またセカンドレイプ的なことを言ってるんですけども、やっぱその自分がね、自ら体験したその内容をこう明らかにすることによって、やっぱりその被害者を取り巻く法的なことや、その社会的状況を改善につながるという形で、しおりさんがね、こう訴えたことをもう前面に認めたんですよ。判決すぐ出てこないけど、ね、社会を変える問題提起と一緒に、はい、そうですね、はい、そのつもりで訴え、その自分の体験を公表しているという意味で言えば、要するに山口氏側の反訴というんですか、そうですね、名誉毀損というのは当たらないということで、全面棄却されたというのは、こうやって泣き寝入り、多くの方々が泣き寝入りしているもとで、でも声を上げようって今立ち上がり始めている多くの、被害者当事者の皆さんを励ます判決になったなということは強く思うし、逆にね、私もフラワーデモにそうやって参加する中で、はい、思ったのは、いや、いかにこの社会がそういう被害者に対して、冷たい社会になっていたかってことなんです。で、実はびっくりするぐらい、この毎月11日のフラワーデモでは、被害を受けた当事者の方が、男性も女性も、まあ、女性も男性もでもいいんですけど、性別問わずマイクを握って自分の受けた体験を語るんです。で、なんでだろうと思った時に、その主催者である北原実さんが言ってたんだけど、やった時間に被害者当事者っていうのは、被害体験をなかなか人に言えないっていうことはあるけど、それはなぜかって言ったら、それを受け止める場がなかったからじゃないか、ね、うん、結局被害のがあった事実を告白したら、いや、それはあんたが悪かったからじゃない、そんなところについていくからダメなんだよ、そういう服装してたからダメなんだよ、なんて心ない言葉をこう浴びせられて、それでまた傷ついてしまうから言えない。でもフラワーデモの場だったら、それ自分の被害を言ってもね、みんなが、あなたは悪くないよって一緒に、ちゃんと加害者が責任、加害者の責任を問える社会にしよう、はい、被害者をちゃんと救える社会にしようってみんなが言ってくれるから、そういう場だったら話せるし、話したいんだ。そうですね、27年前に被害に遭って、私は初めてこの場でその自分が性被害に遭ったことをこの場で語ります、このことを話したことを私は誇りに思いますって言った方が
いて、私なんかすごく感動したんですね。あ、そうだって、そうやってこうみんな、うん、自己のなんか尊厳を取り戻していく第一歩が踏み出しているんだな、そういう一歩がみんなが踏み出せるような ね、あの社会にしていかなきゃいけない、社会を変えなきゃいけない、まあ、刑法改正含めてね、やっていかなきゃいけないなっていうのをこのフラワーデモに参加し続ける中で強く思ってますので、ぜひね、あの頑張りましょう。はい、ではあのね、本当ということで、あの本当に寒い中で、ね、あ、でもですね、あの結構時間通りなんです。大体これぐらいで。あ、そう、よかった。はい、本当に長い、あの、この本当寒い中ね、あの聞いていただきまして、はい、ありがとうございました。じゃあ、あの最後にあの一応ご挨拶続け、はい、お願いします。はい。じゃあ今日、あの、なんか質問を受けるとか言いながら、ちょっとそういう時間がね、なくなっちゃったんで、申し訳なかったんですけど、あの、本当に私自身、あの、あなたの声を届けますと言って2期目送っていただいて、最初の臨時国会でしたけど、まあ、それも声を届け続けた国会だったと思います。でもまだね、届けきれていない声がたくさんあると思うんです。だからぜひその声を聞かせてほしい、問題提起してほしいと思います。でその声をしっかり国会に届けながらね、一歩でも二歩でもより良い方へ政治を、社会を変えていくために皆さんと共に引き続き頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。共に頑張りましょう。今日は寒い中長時間ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいですか。はいはい、わかりました。